池総合体育館、グラウンド前景稲城中央公園は、東京都稲城市にある公園。稲城市総合体育館、稲城中央公園総合グラウンド、野球場などの施設や、クジ橋がある。稲城市域のほぼ中央に位置し、多摩ニュータウン開発の中で、スポーツ施設を包含する大規模な、地区公園として設置された。同市の都市計画マスタープランにおいては、 町の骨格となる緑地と位置づけられる緑の館の中のレクリエーション交流緑地として総合公園に分類されている。開園は1991年で面積は約20万平方メートルに及ぶ大規模な公園である。敷地内には総合グラウンド、総合体育館、玉丘陵の宿地形を利用した小川、遊具が設置された広場などが整備されている。 総合グラウンドの南側は、里山として整備されているが、自然林が残されており、かつての玉丘陵の姿を残す貴重な空間である。公園は、南玉尾根幹線道路を挟み歩行者専用道路の、鯨橋を通じ、南北に一体化され広大に存在しているが、かつて北側の野球場は、紅葉大住区の、近隣公園である、稲城第二公園に属していた。 春には、グラウンド周辺に植えられた数十本のソメイヨシノが一斉に咲き、花見の人たちが多く訪れる。2009年からは、花見の期間に合わせ総合グラウンドの一部開放が始められた。毎年10月には、稲城市内で最大のイベントである、稲城市民祭会場として使用される。公園内にあるスポーツ施設の一つで、陸上トラックとサッカーなどが行われる。 天然芝のフィールドを有し、なでしこリーグ一部の日テレベレーザのホームゲームなど、様々な試合が行われるほか、市民向けの催し物や、スポーツイベントなども行われる。2004年7月25日に行われた日本女子、サッカーリーグ公式戦、日テレベレーザ対、田崎ペルーレ FC では、この年の8月に行われた、 アテネオリンピックに出場する代表選手が、両チームに多くいたことなどから注目を集め、女子サッカーとしては、異例の2500人もの大観衆を集めた。なお、稲城市は、J リーグの東京ベルディの本拠地で、バックスタンドの芝布席は右側に、ベルディのロゴタイプを植栽しており、左側の、一市民一スポーツという植栽と対を成しているのが、特徴であるが、 ベルディのホームスタジアムは、多摩川の対岸にある、調布市の東京スタジアムとされており、また、ベルディのトップチームが出場する、J リーグの公式戦を実施する条件を満たしていない。ため、同グラウンドでは開催できない。東京都稲城市長報1丁目1番地、紅葉台4丁目1番地の1。稲城市都市計画マスタープラン稲城市ホームページ、稲城中央公園。 総合グラウンドで桜鑑賞をどうぞ。稲城市ホームページ広報稲城稲城市ホームページ。ありがとうございます。